方のリアは負け知らずなんだから。悪魔の生態ね。理事会がこれをクラス1判定に。でもこれで功績を上げればストレートに理事会入りできるかもしれないわ。ねえねえったら。ああごめん。それであなたの考えは。直接話してみよう。人格化の進んだ個体にはこれが一番有効だ。まずは研究の準備をした方がいいんじゃない。主要オブジェクトとの接触は死に至る可能性があります。よろしいですね。はい、各小隊は配置につけ。こんにちは。いくつかテストしたいことがあるんだけど協力してもらえるかな。
私、いい子だった？今のは何かな？よかったら教えてくれないかな？大丈夫なら接触を続けて。ん？どうかした？人がいる。大丈夫。まだ知り合ったばかりだものね。また来るよ。収容室に入り次第全ての監視カメラと通信を停止するわ。気をつけて。何かあったら緊急通信を使って。了解。ごめんなさい。この男性の精神に影響を与える君の能力は親しくなると弱まっていくのかな。わざと誘惑してるって言いたいの？親しくないから私がサキュバスだから。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい、もう休みたいの。今のは何？最近物を動かせることに気づいたな。念力みたいな感じかな。どのくらい重たいものまで動かせるのかな。ナオト君、そんなに驚かないでよ。驚くに決まってるよ。
リアの収容クラスにも影響する可能性がある。さっき見たでしょ、インチキレベルよ。最近研究は順調？リアは随分信頼してくれるようになったよ。それなら良かったわ。どうした？何か問題でもあったのか？最近不安定な収容オブジェクトがいくつかあって、面倒だけど大丈夫よ、気にしないで。神宮寺直人の審査を前倒しにしよう。
臨時権限を申請します。ソロモン王の審判と心臓の使用許可を。理由は？万が一のためです。審査を前倒しに？何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて研究も急ぐようにって。そうか。収容コード 1-12、 今後はサキバスと呼ぶけど、今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。サキバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？サキバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？優れた超自然研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら。異常なしね。僕の S 値は51よ。ギリギリじゃないか。その銃はソロモン王の審判か。理事会は僕のことを悪魔だって。万が一のためよ。深刻にならないで。ソロモン王の審判は悪魔に関する者に対して引き金を引くとき殺傷能力を発揮する。自分でやってみれば理事会も安心するかな。万が一の時は私が責任を持って射殺する。ありがとう。ナオト、やっぱり研究は中断しましょう。誰かに引き継いでもらうから。でもやっと心を開いてくれそうなんだ。もう一度収容室に入ってうまく説明して 1-12 に勘ぐられないように。それからあなたは何も考えずに休んで。わかった。仕事はやめにして一緒に過ごしましょう。あなた。楽しんで、ナオト。タバコある？大学時代と変わらず鈍いのね。大学時代はもっと積極的だったわよね。本当に懐かしいわ。私たち付き合って何年になる？チェス？サキュバスなんかより強いわよ。間抜けないってね。この一手はすごいわよ。真剣にやらないと負けちゃうわよ。あら、この一手はすごいわよ。あなた、楽しんで、ナオト。
大学時代と変わらず鈍いのね。大学時代はもっと積極的だったわよね。本当に懐かしいわ。私たち付き合って何年になる？大学時代と変わらあの頃に戻ったみたい。素敵な気分。次はいつになる？ナオト君、体調でも悪いの？実は任務で外に出ることになったんだ。今後は他の誰かが僕の仕事を引き継ぐと思う。もう会えないの？リア、僕が決められることじゃないんだ。それじゃあもう行くよ。なんだ！緊急事態発生。1の12を落ち着かせて、そのままセーフハウスに入って。何があった？どの収容オブジェクトが？心臓は。ナオト？リア。ナオトは友達。私なら助けてあげられる。神を叩えよ。悪魔大佐。いや、リア、ありがとう。でも君はすぐに戻らないと。そうでしょ？ああ。いやよ。
あなたはもうリアのもの。
それでも男なの？ごめん、リア。いやよ、このままここにいたらどうなるか本当にわからないの？いや、妙な動きをしない限りここは安全だよ。あなたって本当にバカね。終わったわ。理事会は責任を追及しないって。リタ、ごめんなさい。サキバスに影響されてるんじゃないかと心配で、あなたには内緒で心臓を使ったの。心臓はずっと安定していた。どうして急にこんな恐ろしいことに？次元の頂上が関係しているのかも。未知の次元が私たちの次元と重なろうとしているの。理事会はとっくにそのことを認知していた。すでに世界各地で異次元の生物が出現し始めているわ。それじゃあリアは？彼女もその一人よ。そして現在捕獲されている唯一の異次元生命体。そうだったのか。ナオト、もう一度収容室に入ってサキバスの移送を手伝ってほしいの。これは理事会の希望よ。どういう意味だ？本部に着いたらサキバスを解剖することに決まったの。どうして？リアは僕たちに敵意を向けたことはないだろう。早期に詳細を調べられればより人類の自衛能力を高められる。そのために彼女を理解しようとしてきたんだ。むやみに解剖したりして何かあったらどうする？ナオト、これは全人類の安全のためなの。従って。わかった。頑張って。指数上昇。もう記録したの？データ以上。記録したわ。エネルギー出力を上げるわ。すごいわ。頑張って。指数上昇。すごいわ。もう記録したわ。データ以上。すごいわ。記録したわ。エネルギー出力を上げるわ。
頑張って。もう記録したわ。指数上昇。すごいわ。データ以上。頑張って。もう記録したわ。さすがは私のエースね。どこかに送られるの？僕は、いや、一緒に行くんだよ。もっと。クソよ。僕はごめん、リア。僕には何もできないんだ。僕はどうすれば。リータ、僕たちどうしてこうなっちゃったんだろうな。リータ、僕は言いたいことは分かってる。でも言わない方がいいわ。僕たちは、僕もういい。危険すぎるわ。自分のエスチを知ってる。ロクよ、死にたいの。僕はおっと、前線から離れましょう。自分の人生をよりよく過ごすことだけを考えて。サキバスの移送や次元の侵食のことなんて理事会に任せればいいわ。私のためだと思って。わかった。警告、警告、収容オブジェクトクラス1の住人が収容室を突破しました。繰り返します。私たちにはもう関係ないことに。行きましょう。